やっほー、レナです。イエーイ。ということで、今日は何をやっていくのかと言いますと、いやー、今日はね、もう、今日は猛特訓。はい、今日は猛特訓をします。っていうのも今日は7月の8日。このロック画面超可愛くない？飛んでる犬でですね、今日は7月の8日です。あと今日、明日、明後日で、もう明後日がライブです。本当にやばい。あのね、何がやばいかっていうと、レナはね、7月10日のライブなんですけれども、歌だけの予定だったんです。あのね、昨日やっぱりレナもギター弾いてほしいって言われて、えーみたいな、さすがに無理かもって。冷静に考えれば全然無理じゃないの。だってレナが作った曲やるのね。レナがギターで作った曲をやるの。いや、確かに、今回のそのセッションライブの編成がドラム、ベース、ギター、キーボードなのね。で、まあレナの曲ほとんどギター2本入ってるバンド編成の曲だから、まあ冷静に考えれば、まあそりゃあ弾くよねっていう、そりゃあギター弾いた方がいいよねって気づくの遅っていうところではあって、まあ普通に考えれば多分レナもギター弾くだろうなっていう風には思う、そういう思考になったかもしれないんだけど、なんかレナの考え的にね、プロの方がバックバンドをやってくれる。で、いかんせんギターが本当にレナ苦手なので、ギターをプロの人と一緒に演奏するっつうのは本当に大変、迷惑をかけちゃうなみたいな。プロの演奏にレナの演奏が入ったら、楽器で入るっていうことがすごい想定もできてなくて、もちろんレナは歌だけなでしょうっていうつも気持ちだったんですけど、問題点がいくつかあってレナがいつもさ、レナ弾き語りとか路上ライブでやってるじゃん。だから別に弾けばいいじゃんって思うかもしれないんですけれども、普通にレッチンフェスタの時も思ったんだけど、人と演奏するバンド、アンサンブル、セッションっていうのは本当に難しいんですよ。一人で弾き語りする何十倍も難しいの。いろいろ理由があって、まあ本当に情けない恥ずかしい話ではあるんですけれども、自分の曲のコード進行すらちょっとうろ覚えなの。うろ覚えっていうか、コード進行に関してはなんだろうな、こう全く同じじゃなくても歌えるのね。その曲のキーに合ってるコードを弾けば歌えるんですよ。なんかやってくうちに手癖で、その時に違うコードを弾いちゃったりとかしちゃうのね。だからなんか、で、愛をとか貫くうちに関しては譜面も見ないでさやってるじゃん、そりゃ。だからこうビシッと覚えれてないうちに、こう路上ライブを何回かやったりとかして変わってきちゃっててね。え、そう、それもまずやばい。だ、覚え直し、どっちも覚え直しで、夢と愛路っていう最新曲の方ですよ。そっちなんてまだ覚えれてないし、バンドでやるっていうことでテンポがね早いんです。結構テンポを早く編曲してもらったの、橋場さんに。レナの弾き語りのデモはこういう感じだったのが、テンポ、バンドサウンドのテンポはこういうテンポになってるわけだから、弾けないの、そんなに早くやばいよね。で、まずね、その今回のライブ、その自分の曲をバンドでやってもらうっていうのにあたって、曲をこう丸投げして耳コピでやってもらうわけではなくて、ヒロトに依頼して、楽譜、バンドスコアをヒロトが作ってくれて、そのお願いして作っていただいて、でそれを各楽器隊の方に渡して、当日見て弾いてくださるっていう状況なのね。その当日だから合わせるっていう感じなので、まあ、だからプロですから、なんかセッションライブみたいなのを多分何度も結構やってらっしゃる。で、そういうもんなんだと思うんだけど、レナとしてはさ、もうバックですよ。当日リハも15分っていうのを昨日聞いて、レナ心の準備的にはもう歌う準備はめっちゃしてたの。どう歌おうかなとか、音源聞いて、音源のテンポでもう何回も歌って、どんなバンド演奏が来ても、まあ、歌は堂々と歌うぞって、まあ、どうやってこうパフォーマンスしようかなみたいな
どう手つけようかなみたいな思いつつやってたんだけど、まあそりゃギター欲しいかもっていうのを昨日ね、そう話で来て、まあちょっとギリギリすぎるよねって、もう本当にね、ちょっとギリギリってか、まあ多分普通に考えたら普通のシンガーソングライターさんは、あ、オッケーです、じゃあギター弾きますってなると思うんだけど、あれ本当にギター、もう本当にもう避けないよね。でもね、鬼練です、今日は鬼練しましょう。でスコアを書いてもらって、こう小説でこう、もう譜面なの。レナはいつもユーフレットってこうコードと歌詞がバーって流れて、それに合わせて弾いて歌ってっていう、要はその小説、曲のこう小説をそんなに考えないでやってんのね、その流れでこう。だけど人と合わせるときは1234223432344がずれたら終わるわけね。だからこのコード、ここで変える、ここで変える、ここで変えるを全部で何小節ですかって、その百何十小節ですよ、それを覚える。マジで動画撮ってる暇なんてないんですよね。そうやばいね。でもなんかマジで本当にいい機会だなって、でそうで、ヒロトにね、そうじゃあできれば弾いてほしいかもみたいな感じで言われて、いやそうだよねみたいな、ちょっと自信ないけどまあ頑張るわみたいな感じで言ってて、でプラスでその楽器の演奏してくださるギターの関さんという方と DM で話して、まあなんか挑戦してみてくださいみたいな、無理だったら全然僕弾くんでみたいな感じで、もうすごいね、心強いよね。やっぱもう大船に乗ったつもりでレナは覚えたよ通りに、あのしっかり弾ければ何の問題もないんだけど、なんかリハだけでもぜひチャレンジしてみてくださいみたいな感じで言われて、いやまあそりゃそうだわと、シンガーソングライター言うて、ギターで曲作ってます言うて、そりゃ弾けなきゃやばいよね。もう俺のどうこう歌いながら手つけるかみたいな、そんなことやってる場合じゃないわっていう、まあいい機会なのでちょっと気合い入れて、ギターをどうしようね、まあ、9時くらいまではやりますか、無理とか言ってる暇ないから。で、あのまあ歌いすぎると、まあ、喉枯れちゃったりとかそういうことになったらまずいので、まあとりあえず今から1時間で、あの譜面をね、スコアその楽譜でもらったんだけど、それって歌詞が書いてなくて、でやっぱり歌詞とセットで覚えたいので、ちょっとまず譜面コード、その小節の数と歌詞、そうなんか譜面スコアだからさ、こう繰り返しとかダルセーニョとかすごい久しぶりに見て、セーニョに戻るですよ、でトゥーコーダに行く、うん、そういう譜面そういうの出てきてさ、あそっかと思って吹奏楽部思い出して、やっぱちょっと見づらいっていうか、頭にこう叩き込むのにちょっとね、レナはあのやっぱ歌詞とセットでずらーってなってた、あのセーニョとかない方が覚えやすいなって思ったので、ちょっと譜面を書き直して、まあそれはまあまあでも覚えながら、まあ、1時間半1曲30分くらいでやりましょう。バーッと書いて、でその後、まあギターの練習っていうよりかは、まあ、今日はもう頭にひたすら叩き込むっていう感じで頑張っちゃうよっていう感じの動画でございます。本当にいい機会だから頑張る。もうね、ほんと情けないでしょ、もう自分でもさ、ドン引きですよ、自分の曲覚えてない、ギター弾けない、怖い、どうしようってね、騒いでね、ほんと情けない話ですよ。ちょっと譜面を書いていきます。ちょっとこの動画どうなるっていう感じなんだけど、まあ、時間飛ばしたりしますか。とりあえずちょっと撮り続けてみるか。ちょっとやっていく。すごいこれ。字汚いけど、これ愛を最初に作った時の。たくさんの愛を伝えきれていたかな。でも正直伝えきれるわけなんかないくらいで。やば、これ頑張ってない？かなりね。レナが最初にどうやって曲作るんだろうかもう全然わからないまま、コードと忘れないようにメロディーを書いてますね。それはいいんですよ、そんなことはよくて。大丈夫、誰も怒ってないよ。君が今逃げようとしてること、夜の月明かりが怖く感じることも、私だけは何があっても君の味方でいたいと思ってるよ。ナイスポエム。ただただ君を思う、ゆらゆら夢を叫ぶ、誰のでもないメロディーに君の全てを詰め込みたい。ナイスポエム。これ感情論の元になった最初の殴り書きですね。いろいろありますが、ちょっとそんなことよりも
やっていきましょう。やばい、もう4時になるわけ。それでは作業開始。アイオからやろう。あーでもこれ多分見開き2ページの方が覚えやすいよね。この図を脳に叩き込むと。たくさんの愛を耐えきれていたかな。はい、30分もかからずに一応アイオのコード譜が書けました。あの平津先生がねやってくれてたやつを参考に歌詞をつけて自分が覚えやすいように書いただけなんですけど、まあ多分この小節線とかがねこうガクガクなのは本当はすごく良くないんでしょうけど、本当はねこう定規とかでピシッとやるんでしょうね。大丈夫かな、これ覚えやすいかな。なんかめっちゃさいい曲なんだけど愛をなんか普通にちょっとこの愛をのさおとぎ話でも信じていたいからっていうところがちょっと謎ポイントではあると思うんだけど、これはあのお空にね飛び立ったワンコを持って書いた曲なんですけど、二重のたもとでレナたちを待ってくれているっていうおとぎ話を聞いて、でずっとお空から見守ってくれているっていうおとぎ話を信じていたいなっていう歌詞なんですよ。伝えきれない表せないくらいないよ私が歌うから、おとぎ話でも信じていたいから届け空へ響けずっとですね。大切な曲ですね。ちょっと貫く頑張ります。曲をこうどう歌うかとかを考えながら書くこの時間は結構いい時間ですね。頑張ります。ドラム4小節始まりの友達が東海行くからねっていう LINE をしてくれて泣いちゃうね。しゃあありがとう友よ。はい、貫く宇宙できました。じゃーん、まあ、決めとかもねこうジャ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 とかは書きつつ、これねこんなコードだったんだっていうこんなコードだったんでしたっけっていう感じですね。最後がなるほど、ちょっと時間も押してますのでこのまま夢と愛路いきます。夢と愛路がなんかちょっと新曲なんですけど、夢と愛路がねやばいんですよ。テンポも速いし、貫くとか愛護がこの1ページ半くらいに収まってるのに対し、多分ね夢と愛路は3話いくんじゃないかなっていう。でも収めたいな、この中に収まらないかな。うまいこと書ければいいんだけど、まあちょっとやってみましょう。目標5時半までちょっと覚えつつね。えぐいちょっと過ぎましたが計画通り5時半、ひー45分かかりましたね。こんな感じで全何小節なんだろう。やっぱちょっと多かったけどいい感じに2ページに収まりました。あーっていうかなんかこれ書いてて譜面こうやって作るんだなっていうのが分かった。なんかこうやって作ればなんか編曲をお願いする時とかもなんかこれを小節とかが分かれば、じゃあバンドでやりますとかいう時に何小節目のここは決めでみたいなのを作れれば、てかまあなんか自分で曲を作る時もこういう風にメモしていけばいいんだなっていうのがこのひろたが作ってくれたスコアを見て理解しました。しかもなんかすごい覚えやすいかもしれないこれ。なんかこう枠がこう決まってて、このブロックは何小節、このブロックは何小節、このブロックは何小節で、こことここは同じでみたいなのがあるから、今日また一つ成長したっていう感じがしますね。でこれをあと数時間で覚えられるのかっていう、そういう問題になってきます。あとの心配は一回ちょっとこれを追いつつちょっと弾いてみるか。なんかこういうなんか楽譜作りみたいなさ、こういう細かいことって本当にさ習ってないと分かんないじゃん、教えてもらわないと。なんかオリジナリティたっぷりでさ曲を作ってる私としては
当にこれはいい経験にもうすでになっている。いやー頑張ろう。よし、これを一回聞きながら弾いていくぜ。たくさんの愛を伝えきれていたかな、でも正直伝えきれるわけなんかないくらいで記憶は溶けちゃうから、私は歌うよ。しようかな。頑張っていくぞ。いやまあまあまあ別それはね、それは自分で作った曲だし、ちょっと記憶をねちょんちょんちょんと、ちょっと脳みそをツンツンとつっついてね、こう無理やり覚えてないところをギュッと詰め込めばいけるはずなんですよ。だって自分の曲だもんね。意外と歌詞飛んだりするんだよね、コードを一生懸命覚えようとすると。まあ、とりあえずちょっと。これでいくしかない。
落ちる瞬間を覚えてる恋はゴールデンバットと雨ざらし古いゲームセンターと商店街のレカフェブランデーとコーヒーの香りも残ってて海沿いの公園と若すぎた私たち季節が巡る速さに追い越されて苦しい立ってるだけでやっとだもういっそ消えたいくらい何度も書いて消してを繰り返したこの歌はそうだなかっこ悪くったっていいかな君が救ってくれた大切なこの日々をここに残すから見ててね奇跡のような言葉をああいけたんじゃないうわー時間11時、びっくり仰天、どんだけ渡すとバカなのっていう感じで、あの今も全然ミスったんですけど、ミスったら最初からミスったら最初からみたいな感じで、もうひたすらひたすら頭に叩き込みました。指が限界。いやでもだいぶ希望は見えてきた気がします。お尻痛っ。ずっとあの木のチェアに座ってまして痛ぇ。お尻溶けちゃうかと思った。頑張った。まあ、途中でねご飯食べたりはしたんですけれども、いやもうなんとか発狂したり発狂しなかったりしつつなんとかアンプができた気がします。まあだから一回中断しようかなっていう感じでございます。さっきねそう LINE でちょっとヒロトといろいろ話してて、セッションライブってどういうことなんだろうって改めて思って改めて思ってさ、どんな感じで皆さんは弾いてくださるんだろうっていうのを聞いたら、超メインになるメロディーになるリードギターの音だったりとかドラムのキメとかは書いて共有してるけど、それ以外はもうコードのスケール内で自由にある程度音源を参考にしつつ自由に弾いてくださるんだって。怖い。どうしようどうしよう。怖いかも。無理かも。何セッションってさ、そういう感じ。そうだよね、セッションってそうだよね。でもレナのイメージのセッションはそうだったのよ。でもなんかちょっとそうだよね、冷静に考えたらそうだよねみたいな。いやーそのーこんな機会マジでないなっていうのと、マジで一夜限りの演奏になるわけじゃん。え、本当にさ、それってすごくない？感動と楽しみとともに、あの、恐ろしいほどの不安。なんかだってさ、自分の曲をプロの方がその場のアレンジを加えてくださったりとかしてくださるのってめっちゃ楽しみだしさ、聴いてる分には楽しみだし最高だと思うけどさ、自分歌っててさ、なりそうじゃない？わかんないけど、でもすんごい不安な気持ちになって、でも、まあ、ヒロトもめっちゃ大丈夫だよって言ってくれて、もうマジ超優しいからね。大崩壊したらどうしようとか言ってるのが LINE したら、うん大丈夫、もしミスしてもそれはそれで経験になる、このライブのためにしっかり宣伝してお客さんも呼んでるっていう時点でもうすでに成功してる。優しい。本当に大森先生ありがとうっていう感じなんだけど、まあそう、とにかくもう頑張るしかないと。でシンガー7人いるけど主役取りに行くつもりで頑張って、まあ最初からそのつもりではあるんだけどさって言ったけど、だからまあちょっともう本当にもう泣き言言ってる場合じゃなくて頑張るしかないっていう感じなんですけど、まあでも今もう譜面とあの音源とねキメとコードと叩き込んだから、まあどんな音が周りで鳴ろうとも自分が主役だから。え、そうなんですか？わかんないですけど、あのレナの曲だしね、多分その3曲はさレナが主役じゃん。だからもう堂々とこれ通りにレナはやる。で周りでどんな音が鳴っても動揺しない。そんなさ、レナすごいわかんない、想像ができない。セッションライブなんて見たことも聞いたこともないから、音楽好きとか言ってあんまりそういうコアな部分はさ参加したことないわけよ。もうヒロといっぱい今までもやってた、見に行けばよかった。見に、ね、ごめんね、本当にね、初めての経験ゆえのドキドキがやばいです。でもまあとりあえず今日叩き込む分だけ叩き込んで、もうこう自信たっぷりちゃんといっぱい練習した。今日はもうなんかひたすらすぐ戻ったりとか見て
見ないで目つぶって見て目つぶってみたいな感じを繰り返しでやってたんだけど、もう明日はメトロノームに合わせてとか、明日はもうずっとメトロノーム聞いてやろう、ちょっと練習しようかなっていう。まああとは MC とかを詰めたりとか、明日はちゃんと発声練習からやろうかなみたいな。っていうかまあ原曲聴きながらで、とりあえず時間的にもうギターもエレキでもうるさいので、歌もね、まあちょっとあとはもう脳内再生っていう感じで、でちょっとこの後 CD の用意をします。ジャケットの印刷と紙カットしてその CD 挟んで CD に挟んでっていう用意をします。はい、ということで7月9日になりました。昨日の夜あの最後に動画撮ってた時にもうなんかボロボロすぎて美女がちょっとびっくりしちゃったんで、ちょっとエンディングちょっと別撮りなんですけれども、そうあの CD をねできました。 CD があの後用意してお見せしちゃおうかな。 CD がこんな感じです。じゃん、見えますか？こんな感じのジャケットと、そうこういうね薄いやつで、こう中開けるとこっちはね歌詞になってます。夢と愛路の歌詞が入ってて、こっちの CD の盤面は、ま、なんか、まあ、サインペンでなんかこうサインでもしようかなっていう予定。どうそう、これが A 版。今回のお楽しみポイントとしては全3パターンジャケットがあります。これが A 版でしょ。で B 版こちらです。ちょっと写真さ載せますね。写真ちょっと別で載せますが、これがB 版でーす。いいんじゃない、わかんないけど。 C 版がこちらでーす。横顔で、ね、全部ちょっと見づらいと思うんだけど、別画像こう載せますね。こう夢と愛路っていうロゴが入ってます。いやもうこれ超ね大変で、カメラも触ったことないよっていう友達が協力したいって言ってくれて、めっちゃ頑張って撮ってくれたの。うん、でもうすごい試行錯誤して1回目やってちょっとしっくりこなくて、でそれはライブの告知の写真にして、で2個目やって、それもまだいけ、もうちょっといいの撮れそうだよねみたいな感じに、それもねもうちょっといいの撮れそうだよねみたいな感じに。そう、その日はねチェキだけ撮ったんだけど、こういうチェキがですね8枚だけ限定の、このジャケット同じ時の同じ衣装とこのエレキを持ったチェキが限定8枚ございます。そう、これとあとはで、まあ、この日の写真も、まあ、チェキはいい感じにすごい撮れてるんだけど、ジャケにはちょっとねーっていう感じ で3回目リベンジしたので、しかも撮影もさ、こういうなんかこういうねこうまばゆい感じにしたかったんです、今回の写真。あ、イメージがあって、そうでもなんかだから天気とかもめっちゃ最近左右されて、うまく日程取れないとかで、これねめっちゃ取れたてほやほや、7月7日に撮ったかな、そう七夕の日に撮った取れたてほやほやの写真なんですけど、めっちゃこの日いいのがいっぱい撮れて、ちょっと選びきれなかったので3パターン出しちゃうことにしました。どうかな。そう、これはこういうね薄い CD で簡単な感じの放送なんですけど、ライブの日7月とか明日は1枚1000円で持ってこうと思ってます。でオンラインは明後日木曜日とベースで、木曜日の夜8時からベースで予約
を開始して、で今週末に配送みたいな感じにしようかなと思っております。でベースの方はこれ全部さ割れやすいからプチプチでくるんで、薄い段ボールに入れて配送料、梱包料、この全部くるめて1200円っていう形で売ろうかなと思っております。あー、いやちょっとね、このロゴとかもちょっと自分でこう字組み合わせて作って、まあ写真もめっちゃ頑張って撮って、すごい。でまずそもそも音源を作るのにレコーディングもめっちゃ何時間も、もう前からねレナのチャンネルを見てくれてる人はわかると思うんですけど、すごくすごく大作の一曲です。大作だと思います。自分的に大事な曲になりました、これも。またでこれの今回ね、この CD をこのペラで売るっていうのは、実はもう一曲音源化したい曲があって、その感情論っていう曲を音源化したいっていうので動き出そうとしているんですけど、この CD の収益分は全てその感情論、まあ、次の曲の、制作費に当てたいと思っておりますので、何枚買っても大丈夫です。何枚買っても OK です。お願いします。車用とお家用と友達にあげる用と。そんな感じで手に取っていただけたら嬉しいなと思います。そうだね、そんな感じでした。さらっと告知しちゃったけど、YouTube のコミュニティとか SNS でも投稿しますので、また拡散、高評価、いいね押してくれると嬉しいです。いやー、そんな感じで今日の動画は、そうだね、で明日のねライブなんですけれども、まだ全然取り置き直前まで、全然てかもう時間ギリギリまで OK なので、20時50分ぐらいからレナの出番が始まります。 JR 関内駅北改札出て徒歩1分のセルテっていうビルの12階の BB ストリートっていうライブハウスで歌います。もう自信もあるしバッチリ頑張ろうと思ってるので、まあ頑張るっていうか、もうとにかくみんなに直接歌を聴いてもらう機会、バンドサウンドで歌を聴いてもらう機会っていうのはめったにもうないのから、もう一人一人来てくれたお客さんにちゃんと届くように頑張って歌いますので、ぜひお時間合う方は直前でもいいので来てくれたら嬉しいですっていうのと、動画も撮らせていただくっていうお話をしてるので頑張って撮ってきます。まあいつになるか分かんないけど、それもね載せますので楽しみにしててほしいのと、来れない人も CD の販売がもう目前なので、夢と愛路音源楽しみにしててくれたら嬉しいです。いやー、ぜひ何とぞ何とぞよろしくお願いいたします。そうだね、今日はこんな感じでこの動画は終わりにして、レナはこの後この今撮った動画をパッと編集して、ギターを2時間練習して、5時からバイト。やばい、ちょっと頑張ります。はい、明日もまあ夕方からなんで、明日もバッチリギリギリまで練習してみんなに会えるのを楽しみに。今日はちょっと配信はお休みして、この動画を載せて、それらは爆睡しっかりして、まあちょっと心の準備とかもあるから、ね、そんな感じなんですけど、明日遠くから来てくれる人くれぐれも無理せず気をつけて、会えるのを楽しみにしてるけど無理せずね、うん、でも本当に楽しみ。そんな感じです。わーやばいね、明日会えるよ。じゃあちょっと頑張ります。楽しみにしてってください。じゃあ一回終わります。あ、そうだそうだそうだ、明日ライブが終わったら、今日お休みしちゃった分、ちょっとどんくらい疲れ切ってるかによるんだけど、配信できたらいいなって思ってます。余韻でそんな気持ちでちょっと思ってはいますので、あー全然閉まらないね、ちょっと閉めます。はい、終わり。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバーイ。